いや、戻ってきたね。配信が全然できないんだよね。どうしたらいいんだろう、これ。携帯のテザリングができないんですよ。っていうかね、電波がクソ弱いって感じかな。で、雨も降ってるでしょ。もうグダグダで、2時間ぐらい立ち往生だったから、いや、これ意味ねえわ、と思って。そう。で、どうしようか迷って、セブンティーンも開いたんだけど、セブンティーンも放送できなかったのね。じゃあいいやと思って。一旦帰ってくるしかねえなと思ってさ。帰ってきたよ。ハッチワード2。いや、申し訳ない。なんか悔しいよね。こういうの。なんでこんなことになったんだろう。まあ、タイミングかなと思って。これももう笑って過ごすしかないやと思って。イライラするけどさ、しょうがないもんね。だって。まあこれもね、行くなってことなのかなと思って、まあタイミングかなっていう、まあ行くなってことだろうね。今はタイミングじゃないんだよ多分。いや、携帯の方がおかしいのかな？ Wi-Fi も、なんか電波取ら、受け取らないね。なんか全体的におかしいよ。なんだこれ。あ、受け取ったか。あ、とにかく様子がおかしい。様子が間違いなくおかしいね。しょうがねえよな。まあ雑談やろうぜ。しょうがない。切り替えてこう。さっきのさ、放送もコメント読めなかったしさ。総武線、あ、遅れてるんだ。ごめん。あ、風船5個ありがとう。ありがとう、アイテム。ごめんね、今、くしゃみ。風船ありがとう、あや。ダーツは見えてたの？あ、自分で掃除したよ。クリーンレディ、いや、呼ぼうか迷ったんだけど、正直ね、解放お願いしようかなと思ったけど、まあ、1ヶ月に1回来るって言ってたから、解放にスケジュール組んでもらおうと思って、そこは。解放のスケジュールで決めて、何月何日来るって。スタバ買ってきた。ダーツの時も画像悪かった。マジで？ダーツの時、高画質なはずなんだけどな、画像悪かったんだ。マジだ。ダーツ、なんだろうな。ちょっと原因がわかんないんだよね。解放が、なんか、もう、毎週何曜日の何日に来るって決めてさ。で、送信に来てくれると嬉しい。ん？ロムルの？どうぞ。調子狂うな。せっかく整ったのに。KP。
うまっ。これね、うまいんだよ。スターバックスのドーナツうまいの。シュガードーナツ。高いけど、230円だけど。これ美味しいよ。うん、あ、買った。この時間だと硬くなってるわ。食べたことある？みんな。シュガードーナツ。なんか、その小麦系じゃなくてなんかもっとオーガニックっぽいっていうか、こうなんて言うんだろう、素朴な味なんだけど甘くて美味しい。ああね、これはね、俺が作ってあげたんだよ、あの一回作った時だけど、今時間ないから作ってあげらんないわ。マルキーニョスさ、じゃあ俺のあれあげるよ。うん、マルキーニョスさ、 LINE か Twitter に俺に DM、 あ、 LINE 送っといて。俺の LINE 知ってる？マルキーニョス。そしたら俺がも昔買ってたやつあげるから、綺麗なやつ。うん。そうそう、あと2。あ、マジで？あさって。ちょっと様子見てさ。うん。うん。じゃあ、おずさんいらっしゃい。だからね、ちょっと時間経ちすぎてバサバサっていうか、硬いっていうか。うん。いや、もう今作ってあげることできないね。それ使っていいの？っていうかさ、それの綺麗なやつ、これの綺麗なやつあげる。これの綺麗なやつ。使っていいよ。うん。これの綺麗なバージョンあげるから。だから LINE ちょうだい。うん。いや、自宅では超悔しいよ、バンビー。イライラするけど、こういう時に男の強さ出るなと思って。もう辛抱辛抱だよ。本当に悔しい。こんなん好き放題言われるもんね。ごめんね、楽しみにしてた人。今送ってもいいよ、LINE。今放送中だから送ってあげられないけど、後で送るよ。あ、おかえり、ただいま。マルキーニョス可愛かったな、17歳で。うん。あんな若い子が俺の放送見てくれてんだね。17歳って高校2年生だよ。子供だよ、子供。仕方ないけど、ほら、なんかまたあいつ嘘つきだとか寂しいだとかまた言われんじゃん。それは嫌だよね、なんか。まあ、言わせておくしかないけど。ケイちゃんバカありがとう。風船ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。あ、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 あ。高青年だったよね。あれ？マイク？あ、ごめん。音楽聞こえてない？みんな。マイク。ごめん、マイク変えます。あ、あ。音 OK？ 綺麗に戻った。うん、まあ、ほっとけばいいんだけどさ。うん。ん、ドーナツ食べてる。あくびちゃんいらっしゃい。音が聞こえる？マイクの切り替え忘れてた。うん。うん。内蔵マイクに切り替えた。あ、あと、新宿でリアトツ、マルキーニョスが、110人目。シャープ110で。あとね、ボーリングが終わった後に声かけられたの。で、111人になりました。女の人で、ニコ生主で、AF ちゃんとかワンワンとかと仲いいって言ってた。名前忘れちゃったんだけど。なんか、声かけて、和道くんって、女の人。で、私ワンワンと仲良くて、AF ちゃんとも仲いいんだって言ってて、そうなんすかつって。111人です、今。うん。
いや、もうブクブクだよ、あくびちゃん、今。やばいよ。めちゃめちゃ太ってる。だボーリングの汗ダクダクだったもん。ゾロ目いいよね。ただ、その人はリアトツの旅とかよく分かってないで声かけたっぽい。ただ、俺の方から説明したけどね。今、リアトツの旅っていうのやってるから、その、もしよかったらカウント入れていいって聞いたけど、よく分かってなかった。2、3回フワッチャー見たことあるけど、ほぼニコ生しか見なくて、ニコ生時代の俺のこと知ってた人っぽい。人数増えない。同じ人何回リアトツ行っても。純粋に1万人のリスナーに会いに行くっていう超ハードな企画だね。脳幹。だから超ハードモードだよ。いや、1万回リアトツじゃないのよ。いや、重複一人もしてないはずだよ。不正行為一回もやってないもん。しかも、あの、捨て頃の人数、捨て頃の時のカウントはゼロだもん。捨て頃で多分2、30人に声かけられたけど、大会負けたし、ちょっと格好悪いから、これは可能かんとか。あと、ドレさんのオフ会とか、人の企画で行った時、俺から会いに行った時はダメ、能感。そう、人の企画に乗っかってリアトツはダメ。あくまでこの企画の趣旨を理解してくれて、もしくは俺が伝えて、あの、カウントしてる。うん。ストイックっていうか別にね、そんな不正するんだったら最初から1万人なんて言わなきゃいいからさ。ちょっと灰皿取ってくる。ライトラブルで帰ってきた。はい、ゆうこ、おっさんいらっしゃい。ハートありがとう。おなつさんはどつ。機材トラブルと雨だね。でも2時間ぐらい粘ったの、外で。あ、でもこんなことやってんのもったいねえわ、と思って。で、帰ってきちゃった。ちょっと、悔しいよね。すげえイライラした。申し訳ない、みんな。応援してくれてる人すいません。ソファーはね、まあまあ、こうやってやる分には座りやすいけどね。旅はだから、このテザリングができないと、ただ旅するのなんて俺やりたくないから、配信乗っからないと意味ないから、とりあえずこれがまず様子見だよね。うん、なんでなんだろうと思って。もう全く受信しなくなっちゃって。違う、これは家の Wi-Fi だ。なんかもう、サイトが見れないの。ふわっちログインができないの、まず。だから、ちょっとね、配信ができなかったら意味ないから。これは厳しいね。ただの旅になっちゃうもんね。テザリングはできないんですよ。テザリングっていうよりも、もう、
下りがもう 0.07Mbps とか。だからもう2時間ぐらいずーっとクリックしてるけど、パソコンを。そのふわっちのサイトもがログインできないのよ。ログインっていうか、まずサイトが開かないの。で、どうしようと思って。え、まだ梅雨なの？まだ梅雨なのか。ちょっと様子見るわ。細田さんお疲れ様でーす。携帯ショップじゃないんだよこれ、格安SIMの。ドコモでも au でもソフトバンクでもないから。これだって元も制限ないもん、使い放題の。いや、夜中のゴールデンタイムでそういうことあったんだけど、今日は明らかにおかしい。だからみんなネット回線とか詳しいかな、見せようか。 0.13Mbps な。下りスピード 0.13Mbps Mbps でしょ。これじゃ通信できないの分かるでしょ。 1Mbps あったらギリギリいけるんだよ。 1Mbps か 2Mbps あったらギリギリいけるの。上りは 2.6 でもいけるけど、これじゃ無理だよ放送。遅いっすよね。うん、おい、ペコポコランドいらっしゃい。だから、で、何回も電源オフ、オンとかやったりとか、13出たらまあ問題ないっすね。だから 0.1 とか 0.07 とかなの。だからもう、無理だと思って。こんなことやってるんだったら、だったら雑談やった方が有意義だわと思って。YMAX っていうかね、違うんですよ。YMAX とかにしちゃうと、深夜庁がそうなんだけど、20万とか30万かかっちゃうの。俺らの配信ペースだと。くげ太郎いらっしゃい。そう。だから、その、格安SIMの、LTE の回線を使ってやってるのね、俺らは。月額3000円で使い放題。ただ回線速度がめちゃめちゃ遅いっていうやつ。雨の日だからつながり悪いのかね。確かに雨の日に外配信ってほとんどやったことないから、俺もそうなのかなとか思った。うん。いっちゃんまだまとまってねえわ。申し訳ない。うん。即決はできないよ。まあ、さっき、この前も話したけど。もし、即決無理だったら他の人に言っちゃって。YMAX 固定じゃないよ。ギガ数制限っていうのがあるの。え、YMAX 無制限あんの？マジで、くげ太郎。YMAX 無制限あるの？本当に？マジか。俺はね、UQ なんとかにしようかなと思って。おお、南の帝王さん久しぶり、元気？え、ふわっちって匿名コメント書けるようになったの？え、ふわっちって匿名コメント書けるようになったの？え、ちょっと待って。ふわっちって匿名コメント書けんの、みんな。ハチ、風船90個ありがとう。SIMカード出し入れしてみようか。ちょっとやってみるわ。ねえ、ちょっと待って。便所太郎さんの放送見たら匿名コメントだらけなんだけど。どういうことこれ。誰かわかる？うん。あ、だよね。3日で10ギガとかあるよね。余裕で超えちゃう、そんなの。俺らはもう電波とんでもなく使うから、例えばね、2時間放送やったら多分もう使い切っちゃうと思うよ。へぇ、配信者側の設定 できるんだ。期間限定で。へぇ、どうする？使いたい？みんな。きつね。使いたかったら、導入するけど。フマキラーがいい。何フマキラーって。匿名設定できるんだ、今。え、どうやってやんだ、これ。え？え？開かないんだけど。え？開かないんだけど。開かないんだけど。リスナー全員が匿名になるんだ。じゃあやだわ。じゃあやだ。
そんなの嫌だよ。うん。まあ、悪口書き放題じゃねえかな。荒れるだろうね。うん、いいや、いいや。あれ？開かねえな。画鋲じゃできなかったっけ？これ。あ、できた。SIM カード抜き差しするか。ニコ生状態。うん。まあ、夏っぽくていいけどね。なんでこんなことになったんだろうな。困るよね。まあこれ関係ないと思うけどね。関係ないと思うけど。今刺した。何なんだろうな。見たい言いたいこと言ってる。いや、面白くない。言いたいことを言って面白いのは君たちだけでしょ。俺らは面白くないよ。うん、え、あんま変わらないかな。あ、でも、0.69 だから多少良くなったぐらいかな。多少良くなったね。0.69 出るようになったから、下りが。でもね、これじゃあちょっと放送は無理かな。うん。多少改善された 0.69 だから。うん。ラムネさん、ごめんね。俺あんまりお前って言われるの好きじゃないんだ。申し訳ない。あの、別に質問し、普通に聞いてくれたらさ、何でも答えるし、みんなと仲良くやりたいのね。で、俺知らない人にお前っていきなり言われるのちょっとやだわ。申し訳ないね、ラムネさん。解決してないな、ちょっとな。でも 0.1 出ればなんとかなる。要は一回枠さえ開いちゃえばなんとかなんの。上りが出る、ね、上りが出ればなんとかなんの、こっちは。これはね、プララ。本音聞けて面白い。本音が聞けて面白い。あのね、あ、それって本音じゃないんだよ、ラー油さん。あのね、要は人間って顔と生き方、経歴を晒して初めて誰かと会話する生き物なの。だから俺ネットの文化ってあんま好きじゃなくて、匿名で正論を書く文化でしょ。でもね、あの正論を書くことよりも大事なのってどう生きるかだと思ってるの。どういう経験があるのか、どういう顔つきをしてるのか。で、それを無視してやり取りしても意味ないよ、人間関係。あと2、かくんいらっしゃい。そう、あくまでその人がイケメンなのかブサイクなのか、高学歴なのか、もう綺麗な服を着てるのか、汚い服を着てるのか、全てをもってどの発言をするかっていうのが対話じゃん、人との。で、結局匿名って何なのかっていうとさ、顔をさらさないから言いたいことを言ってるだけなのよ。それって本音じゃないの。言いたいことを言ってるだけなのよ、ただ。うん、それって意味なくない？会話ではないよね。だから俺匿名文化あんま好きじゃないの。だって好き放題言えるじゃん。で、俺顔さらしてやってるからさ、対話がしたくてやってんのよ。あ、ごめん、間違えた。じゃない。便所のところはアンチ来てない。なぜ来てる？え？なぜか来てるのはワドアンチ。あ、そうなんだ。俺の、何？便所さんのところで俺の悪口書かれてんだ。まあいいんじゃん。便所さんだったらうまく裁くでしょ。うまいね。ヒトラーいらっしゃい。コメは伸びても意味ないからね。ニコ生コメント至上主義なのは、ランキングが上に行くのがコメント数だからだよ。だから、アンチは必要なの。別に、だって、今の生活アンチ必要ないもん。うん。便所さん困ってるって言ったって、俺だって困るよ。うん。これスタバの、ダークモカチップフラペチーノ。甘いの飲んでスッキリしたいと思ってさ。うん、まいったな、出花くじかれたな。笑うしかねえな。こういう時笑うしかねえよな。
辛い時ほど笑おうね。あんなでも17歳の男の子が俺の放送を見て面白いと思うのかね。不思議だったよね。ああ、原稿が羨ましいか。そうだよな。歩けねえんだもんな、いっちゃんな。そうだよな。本音だよな、それが。俺もだから歩けるうち歩くよ。いっちゃんの分も。今度飲んでみる？550円ぐらい？ 600 円ぐらいだよ。浅井さんに会わせてほしい。まあ家まで行ってもいいよ、一緒に。いいよ、全然。ろれつもね、回んねえな。何言ってるかわかんねえな、正直な。ろれつどんどん回らなくなってるっしょ、いっちゃん。昔もっと回ってたよね。ああ、まあ、ありがとう、ずっと応援する。ありがとう、マルキーニョス。嬉しい。その言葉は嬉しいけど、あんまり、あれだよ、入れ込むなよ。放送だから。なんか俺は、スーパースターでも何でもなくて、ただの人間なんだから、いい距離感で見ないと、自分見失うよ。囲いにはなるなよ、マルキーニョス。応援は全然ありがたいんだけどさ。なんか、神格化したりとか、なんて言うんだろう。この人はこういう人だみたいなのは、俺は嫌いだぞ。自然と普通にそばにいて、友達とかお兄ちゃんとかなんか自分なりの距離感でいいから。はい、こんばんは、ゆうすけ。自然にやろう。応援とか、ファンは嬉しいけどね。ずっとって結構重たい言葉だよ。ずっと応援するっていうのは結構重い言葉だよ、俺はその言葉を何度聞いてきたか。au とかだったらスマホ故障したら交換できるプランに入ってるか、大ファンありがとう。こんばんは、赤か。今一番若いのは、そうだね、マルキーニョスが最年少だね。高校2年生でしょ。今もう、中学3年生の子が、今大学生になっちゃったし、高3、中2だったやつが高3になったから、最年少だね、マルキーニョスは。最年少リスナー。ただあんまりね、俺は正直言うと、ローティーンとかハイティーンとかに、俺の放送あんまり見てもらいたくないっていうのは本音なんだよね。いや、見てもらって嬉しいんだよ。嬉しいし、本当に嬉しいの。大ファンなの嬉しいんだけど、ちょっとね、ローティーンに向いてない放送っていうか、あんまり良くないんじゃないかっていうのは俺の放送だから、そこはね、うまい距離感でやってもらいたい。なんつうんだ、あんまり入れ込まないでっていうか、リテラシーがないと本当に、なんつうんだろう。俺が仕掛けてるギャグがギャグじゃなくなる可能性があるから。17歳の子が会いに来てくれたんだよ、わざわざ。電車に1時間乗って。リさんはじめまして。こんばんは。ありがとう、お花火、ありがとう。ありがとう。お花火ありがとう。なんかこう、できれば30代から上の人に愛されたいっていうのがあって。今日それが予定だったんだよ。外で2時間電波問題で苦しめられて戻ってきた。今日出たんだよ。雨はザーザーだしさ、
カサカってさ、駅の構内でずーっと電波探してて、でどこ行ってもダメなの。あのダメなエリア分かってんだよ、新宿でこの交差点ダメとか、ここは入るとか。でも普段入るところ入らなくて、おかしいなと思って。うん、見ろ帰り。うん、電波復活した？ダメだな。一瞬だけ今出たけどね、1メガ。天候かな？でもだいぶ良くなったな。あ、ダメだ。ダメだ。ダメだ。0.43bpm。メガ bps。ちょっと様子見だな。ちょっと様子見るわ。こういう時って、なんか俺信じるんだけど、逆らわないこと。あんまり。苦しいんだけど。これね、ブランド名はないんだよ。なんか、店員さんに聞いたんだけど、刻印すらも入ってないんだよ。シルバーらしいんだけど。だから、海外で作ってるらしいね。原宿服屋いっぱいありますか？服屋いっぱいありますか？原宿はだって日本一おしゃれな街でしょ？それこそ。原宿はだって服の街だもん。いっぱいあるよ、ターくん。で、びっくりするぐらいおしゃれだよ。普段はね、調子がいい時で3。奇跡的に調子が良くて3。今、マックス3なの。このメーカーが。で、だいたい1しか出ないね。で、1の中でギリギリ、ログインして、放送ページまで開いちゃえば、要は送るだけじゃん、放送って。だからそこまで行くのに5分かかっても別にいいのよ。ただ2時間もやって無理だからもう帰ってきたよ。俺は黒い服しか持ってないもん。これ20着ぐらい持ってる。原宿服楽しいけど、でもどうなんだろう。もうね、俺は昔の原宿じゃないんだよね。女の子の方が楽しいと思う、今、原宿は。で、V 系とかね、ビジュアル系の服とかだったら、いいのあったりとか、高級ブランドとかだったらいっぱいあるけど、どうなんだろうね。バンド系がなくなってきてる。アクセサリー、まず、指輪でしょ？指輪2つ。で、オズアブストラクトっていうんだけど、これがまさに裏腹で売ってるやつだよね。オズアブストラクトって言って、これ何年前買ったかな？ 23 歳の時だから、9年前に買ったリングなのね。オズアブストラクトっていうと、このリング。こういう、なんかなんつうんだろうな。なんつうの、まがまがしいというか。で、この石が入ってんだけど、この石は、光が当たると十字架を描くの。この光にね、光が当たると十字架がピッて出んのよ。光の加減で。っていうリング。この石が、光当たると十字架を描くの、この中が。なんか不思議な、タイガーアイみたいな光が、あぶねえ。オズアブストラクト。で、このシルバーもメーカーわかんないんだけど、沖縄で買った6万円。6万円か7万円のシルバー。で、これが、これも原宿。強しディーゼルエイプ。あ、じゃあいいんじゃない？いいと思うよ。で、これは666のリストバンド。ブラックオキニスなのかな？なんか特殊な石だって言ってたけど、人工石だって。服はこれは、俺は、無印の T シャツ。要は、ファミリーマートにさ、T シャツコーナーあるでしょ？無印の。あそこの T シャツしか着ないって決めてるもん。今のところは。好きなブランド見つかるまで。それを20着ぐらい持ってて。あとはジーパンは606のレプリカじゃなくて、なんつうんだっけ。ヴィンテージの復刻？3万円。ゴシックって何？お風呂の時は全部外すね。はい、初見さんいらっしゃい、バーガーマンさん。バーガーありがとう。高円寺とかおすすめだけどな。高円寺とか下北沢とかおすすめだけど。政治活動っていうか、俺は、
あの、おじいちゃんが政治家だったのよ。で、まあ結構すごい政治家だったのね。大臣にはなれなかったんだけど、今でいう東京大学、昔いう帝国大学になるのかな、を首席で合格してんのよ。沖縄で初めて。だから沖縄で初めて天才が生まれたっつって。で、首席で合格だか卒業だかして、で、造船会社の専務やってたんだけど、そっから国会議員になってて、沖縄自民党総裁になってんの。あ、初代ね。だから田中角栄さんとかと一緒に、その、だからもう沖縄のモノレールの構想とかも全部じいちゃんがやってるし。うん、髪型はこれで固定だね。ツーブロッカーシンメトリーの、ツートンカラー。立候補か、新宿の、区議会議員なのに、だいたい2000票がボーダーなのね。だから新宿ね、2000票入るぐらいの知名度になったら、まあ面白いかなとは思ってるけど。いや、本物だよね。やばいっていう。マジで。マジでやばいっていう。やばい天才だったらしいよ、だから。だから、沖縄の県民の人に、じいちゃんの名前出すと知らない人いないっていうもん。で、ちょっと不可視だろうって言われるもんね、やっぱ。絶対知らない人いない。なんだっけ、県知事3期か4期やってるから。県知事もやってるし、国会議員も2期やってるし。666リーバイスだね。リーバイスの666の復刻。うん、ビッグ E だね。ワーカーさん。うん、駅、地下にいっぱいある。ターくんどこに住んでんの？出身どこよ？初めて東京来るんでしょ？多分、ターくん。びっくりすると思うよ。おすすめの場所いっぱい教えてあげるよ。ここ回った方がいいよって。買い物に行くのか何なのかわかんないけど。多分初めて東京来るんだったらビビると思うよ。どれくらいの田舎に住んでるかによると思うんだけど。アドンさんにプライベートで会うと3万円なの。1時間3万円ね。10時間あったら30万円もらってる。だから、お金ない人はオフ会に集まって、おいでって言ってる。もしくは放送中にリア凸か、電凸かけておいでって。うん、俺1時間3万円。へぇ、まあ、先祖自慢してもしょうがないよね。その人がすごかっただけで、俺すごくねえから。誰でも3万円取ってますよ。別に放送で会えるんだから会う必要ないじゃん。放送で言いたいこともコミュニケーションも取れるし、電話もタダで受け付けるって言ってんだから。あ、放送中にリアトしてくれる分にはお金一切取らないよ。ただ放送をしないでプライベートで会いたいって言われたら、じゃあ俺の放送の給料補填してくれるんですかっていう話になってくるから。違う、西目淳二、チャウズさん、西目淳二、ウィキペディア出てくると思うよ多分。何回もやったけどね、再起動してみようか。要は、自分の目的に沿わないことをやるんだったら、お金をもらうっていうのは普通のことだっていうのが今の感覚が俺の。ただにやってさ、何にもならなかったら放送してた方がいいし、なんつうんだろう。そうじゃん？放送してた方が自分の夢に向かっていけるわけじゃん。で、なんだろう。もし会ってさ、なんか何にも生まれなかったらさ、ああ、楽しかったよって言われて俺が楽しくなかったら全く意味ないじゃん。で、俺が会いたい人は別に俺から連絡するから。今空いてるって。でもさ、俺には今夢があってさ、24時間のほぼ
ね、10時間ぐらいを毎日毎日一生懸命やってんのに、だから1時間の重さが俺は3万円っていう感覚な。だいたい今の俺の時価が。俺から要件があってさ、誰かに時間ちょうだいっつって金取らないよ。電車が長いか。幼稚園の時習ってもない計算ができた。すげえな。いや、電波がなくて、2時間ぐらい立ち往生食らっちゃって、機材トラブルで。で、帰ってきた。前から会うなら金取るって前も言ってましたもんね。俺は覚えてます。前取ってたんだよ。前はね、1時間、いくらでやってたっけ ?3 時間で1万円だったの、昔は。で、もらってたよ、実際。実際もらってたわ。3時間1万円だったと思うよ。そう。でも今1時間3万円になった。だってそりゃそうじゃん。なんかその、誰かが俺に何かを話したいって言っても、俺は別にさ、話す用事はないわけじゃん。で、プロとしてやってるわけよ。生計立ててるわけよ。その人の時間、例えば、普通だと思うよ、この感覚って。例えばさ、ウォーレン・バフェットと食事するの昼飯って1億円かかるの知らないんだよ、普通の人って。ウォーレン・バフェット1億かかるの、昼飯一緒に食うだけで。で、安いと思うよ、1時間3万円って。前は3時間1万円だから時給3300円ぐらいな。西見さん出てきたでしょ、俺のじいちゃん。だからそのじいちゃんの DNA がハゲの DNA の、この広いおでこ、ぷっくらした頬、母親がもう顔そっくりだけどね。俺は親父方の方に似た、母方なんだよね、西目は。20歳過ぎた放送中にご飯とか一緒に食べたい。ああ、いいんじゃん、いいじゃん。まあまあ。だからさ、別に放送見ながら質問してくれていいしさ。あの、リアトツのためにリアトしてくれればいいし。その俺が言ってるのは放送はやめてくれと。放送を止めて、プライベートで話したいって言われても、俺からすると仕事が放送なんでっていう感覚っていうことね。だったら放送やりますっていう。で、それ以上の話があるって言ってもさ、俺からすると価値がない情報だったりすることもあるわけよ。で、損をしたくないの、今は。そう、本当にすごい情報だったらさ、別に3万円払ってでも話すと思うんだよ。本当に価値がある情報を話したいって言うんだったら。そう思わない。それだったら LINE とかさ、電話かけてくればいいわけじゃん、放送中に。全然問題ないはずなんだから。それはね、でもね、多分ね、みんなから見ると、エゴイストに見えるかもしれないけど、俺が裏で来てる LINE の量とかを体感すると同じこと言うと思うよ、多分みんなも。朝起きて40件。おはよう、こんにちは、今何やってるのとか、ブワーってくるっていう。毎日毎日。毎日毎日、その、LINE がとんでもなく、DM が毎日何でもなく来る。で、一個一個返すことができない。最初返しての、おはようとか。でも、そこから何か生まれたっていうことはないのね、ほとんど。で、なんでリアトツは OK かっていうと、リアルに会うと、変わるの、それが。生まれるの、何か、やっぱり。LINE は要件があるのかですよ。例えばその、ステッカーをくださいとか、あとファンメールとか、まあ、多少返したりする。今後ともよろしくお願いしますとか、ありがとうございますとか。だけど、その、誰だら今何やってんの、和道くんとか言われても、なんで俺が今何をやってるかお前に言わないといけないんだっていう。そう思うでしょ。で、40人からそんなこと言われたら、どうしようもないわけですよ、僕は。プリンさんいらっしゃい。初見さん、ピットブルさんいらっしゃい。ごめんね、335。335さん。行きたかったんですよ。でも、電波がなくて、2時間新宿で立ち往生して、もうこれ無理だと思って。今は家に帰るべきだっていう判断。もう行きたかったけど、もうすげえイライラしたけど、
もう悔しいけどしょうがないよね。放送中以外に話したら電話取る。まず電話に出ないね、俺。まず電話かけたことある人ならわかるけど、ミュールも解放もノンちゃんも怒鳴られてる。だからどうしてもっていう要件の時、ミュールとかごめんなさいから入るもん。プライベート中ごめんなさいから入るもん、メールが。それくらい、なんか怖がられてる、俺は、今。うん、どうもすいません、和道様、みたいな、うん。おい、プライベート中、大変申し訳ない、みたいな。怒鳴られるよね、本当にね。何とか。本当にイライラするよ、俺。うん、すげえ敏感。もう、なんか、解放なんか怒鳴られるどころじゃないよ、本当に。怒鳴られっぱなしだからね。ファンレターなら気持ちはいいよ。長文で送ってくれる人いるの。こうこうこうでこういう思いでこういう風に見てます。今後も楽しんでってくださいとか。そういうのは嬉しいよ、俺は。ダンボールお帰り。うん。旅団の人ならいいんじゃないですか。いや、関係ない、関係ない。むしろ旅団が理解してなくてどうすんのってなんのよ。旅団が率先してそれをやらないといけないわけじゃん。怒鳴られまくってるよね、解放ね。それでもかけてくるからね、こいつら。タフだよ。それでもかけてくるから可愛いよね。ミュールとか解放は。そう、M 女だよ、本当に。右下のコメントボケてる？いや、ボケてないよ。ボケてないよね。みんなボケてる、ここ、これ。32、俺は。うん。いや、あのね、人間って、突き詰めると同じ行動をするんだよ。間違いなく。同じ環境になってないから理解ができないのよ。だってさ、みんなの感覚で、その、みんなはさ、放送見てる側だから、1対1ぐらいの感覚で見てる感覚かもしれないけど、俺からしたら200人に常に監視されてるんだよ。で、200人と関わってるのよ。だから、もう、誰と誰が喧嘩してます。どこで悪口言われてます。いや、俺に言う前に動けよって思うの。通報しろよっていう。で、自分のツイッターでこの人悪口書いてるんで通報してくださいっていう運動をするべきだと思うのよ。俺にストレスを与えるなと。もうそんなの毎日俺の悪口言ってるよ、誰かが。そんな知ってるんだよ。隠れ熊の実ありがとう。俺は毎日誰かに悪口を言われてる生活なのよ。で、そのリスナーさんからすると、和道さん見つけたよ、こんな悪いやついましたよって感覚かもしれないけど、それすらもイラッとしたの、俺は。いい、和道でいいよ、和道で。別に俺を敬えとかじゃなくて、そういうことを言ってるわけじゃないのよ。もうめんどくさいことは嫌いなの。 1% のマイナスすらいらない。プラスだけ欲しい、うん、俺もマイナスを与えないように気をつけて生きてるから、リスナーさんに。そう、反応を楽しんでるっていうかね、結局構ってほしいんだよ。うん。結局構ってほしいの。要は、その、なんだろう。なんて言うんだろうな。うん。あ、そうだね。意識高いんだよ、本当に。これガキの頃からな。もう生き方だから。意識高い系じゃないの。もう間違いなく意識高いんだよ。そう。な、めんどくさいよ、俺は。ただ、扱い方わかるとすごくシンプルだよ。うん。うん。そうそうそう。だから毎日毎日、あいつが誰々がうざいとか、誰々が誰々の悪口言ってたよって。知らねえよって感じだ、俺は。うん。そう。自分で行動しようよって。勝手に。で、俺のこと好きって言ってるんだったら、好きなコメントをどっかで書いてるはずなのに。それができてないわけでしょ。うん。俺のこと好きだったら、俺の悪口言ってるやつ見たら許せないはずなんだもん。うん。俺はそう思うよ。本当に好きだったら。俺は本当に好きなやつが叩かれてたら許せないもん。強要はしないけどね、別に。だから俺は、その、なんつうんだろう。あんまり口だけの人を信用してないっていうか、行動しか信用しないから。どんなことだって言えるじゃん。和道さんかっこいいとか、和道さん好きとか、いくらでも言えるんだよ。でも、
どこでわかるかっつったらさ、会いに来てくれるとかいっぱいいるの。だってさ、本当に、俺に会いに来て夢みたいって言って目キラキラさせながら今日死んでもいいっていう女の子とかいるんだよ。うん。そう。そういうさ、ファンがいるんだよ。今日はありがとうって会ってくれてって。本当に夢みたいな日だよって。私一緒に歩いてるだけで嬉しいのって。うん。それが本物のファンじゃん。その人たちは、そう、口では何度でも言えんのよ。そう。ファンですとか。わざわざ遠くから会いに来てくれる人とかさ、車で何時間もかけて会いに来たりとか、お風呂に家に泊めてくれたりとか、いろんな人がいるのよ。そっちの方がよっぽどかっこいいよね。うん。うん。行動に嘘はないよ。行動に嘘は絶対ない。うん。あと、アイテムね。うん。これ、金くれっていう話じゃないの。水にを切ってるっていうことはどういうことかなんだよ。金ないからごめんっていう人いっぱいいるの。なんであげたくないんだよ。どんな人間でも小学生ですら、だから今日言われたのよ。マルキーニョス17歳なんだけど、ね、1000円もらったの俺は。17歳からお前1000円取るのって言われたの。取るよ。うん。取るよ、俺は。ただ、その、まあ、ちょっと悪いから、交通費とかもあるだろうから、つって、リスナーさんに聞いて、ステッカー1枚多めに、もう1種類あげていいって聞いて、みんな、あげよう、あげようって言って。でも、金はもらうから。17歳だろうが、3歳だろうが。そう。それがプロだから。うん。うん。で、金払わなかったら、ステッカーに価値なんかないから。家に飾らないし、貼らないから。大切にしないから。金払って1000円でアルバイトでも1時間働いたんだよ、一生懸命。多分マルキーニョスは、もしくはお母さんにお小遣いもらったんだよ。大事な大事な貴重な金なんだよ。1000円高いよ、うちのステッカーは。でもその1000円の価値を俺は守らないといけないのよ。いつまでもマルキーニョスにこのステッカーいいだろって、もう見るだけでにやけちゃうぐらいの価値を作っていかないといけないんだよ俺は。うん。マルキーニョスっていう子が会いに来てくれたの、17歳の子が今日。そう、このステッカーがただのゴミになるか、これが宝物になるか、俺の生き方とか俺の放送なんだよ。俺が今日何を喋るかなんだよ。だから俺はそれに必死で取り込むよ。1000円以上の価値をつけてこうと思うよ。うん。ボン、うざい。まだ言うの。うざい。ボン。私すごいでしょ、アピールなんかいらん。うん、私正しかったでしょうとか。うん。いらん。うん。17歳の子でも何でも、金を払ってくれる人はファンなんだよ。じゃあ牛丼屋で17歳だったら牛丼タダになんのかって話じゃん。それプロ意識低すぎるでしょ。うん、遊びでやってんじゃねえんだから。うん。額に入れちゃったの。金は命だよ。だって必死になってみんな働いてんだもん。で100円ぐらい持ってるでしょ。その100円でアイテム買えるんだもん。うん。そう。ごめんくらい言うって何？なんで俺がお前に謝んの？お前まだ調子乗ってんの？うん。なんで俺がお前に謝るの？まだお前バカなこと言ってんの？ボン。反省してねえな、お前。うん。高校生でもお金払うべきでしょ。なんで俺がお前に謝んの？ごめんぐらい言うでしょって。なんで俺がお前に悪いことやったか？な、なんで俺がお前に謝るの？な、なんで俺がお前に謝るんだよ。俺悪いことやったか？お前に。東京の都営線はタダだよ。うん。都営線はタダ。バスとね。JR とかタダじゃないよ。調子乗りすぎでしょ。
勘違いで怒られたじゃないよ。お前はうざいっつってんの。告げ口とかいらねえっつってんだよ。勘違いじゃねえよ。告げ口とかいらねえっつってんだよ、俺。お前の。まだわかんねえの。告げ口いらねえっつってんの、お前の。お前が戦ってねえだけだろ。おめえが納得いかねえんだったら、おめえで何とかしろよ。なあ。おめえも人の枠でよ、俺のこと書いてんだろ。俺見てんだよ。まだ懲りてねえのかよ、お前。うん。なんで俺が謝るんだよ、お前に。バカすぎるわ。しつこいっつったんだよ、俺は。誰々が何とか言ってるよって。言えばいいだろ。うん。くだらねえんだよ、誰々がどこどこで何々言ってるって。知らねえよ。リスナーが死のうが生きようがどこで苦しんでようが知らねえよ。何人いると思ってんだよ、リスナーが。何人見てると思ってんだよ。全員の面倒なんか見れねえよ。てめえのケツぐらいてめえで吹け、バカ野郎。ガキじゃねえんだからよ。じいさんバカありがとう。キリがねえよ、ほんとに。うん。言いたいこと言っていいんじゃないの？信用なくなるだけなんだから。初見さんいらっしゃい。家でね、朝マック行くんですよ、まず生活保護の時は。朝マックでソーセージマフィン2個100円で買うの。それと水、まずは。で、200円でしょ？腹たまるんだよ、朝。で、夜中にスーパー行くと、廃棄の弁当が370円とか、あとパンがね、半額で75円で買えるの。だ甘いパンとか2つぐらい買って150円で、弁当買ってとか。あとはね、卵焼いたり、野菜炒め作ったりとか。自炊だね、米だね。匿名はいいや。生ポ打ち切られた。よくわかんないけど。俺生ポじゃないよ。貧乏飯ね。なんだろう。もう米と、まあ太るんだよな、貧乏飯って。野菜とか肉とか食わないから。米ばっか食うから太るんだよな。お、じゃあ1時間経ったんで、アイテムこじりまーす。アイテムこじりまーす。2分間音楽流すんで、アイテムください。オーハムナビー来るかな？よろしくお願いします。お気持ちだけで結構です。お気持ちいただけると嬉しいです。ヒトラーさん風船ありがとう。ヒトラーさんありがとうございます。はい、クミタンバーガー2つありがとう。ミュール風船ありがとう。ニャコさん風船10個ありがとうございます。エレクシーいつもありがとう。ハートプレゼント5個ありがとう。タジさん、風船ありがとう。ハッチ隠れクマの実ありがとう。アヤ風船10個ありがとう。トランクスさんお疲れ様です。どうもどうも。今日ごめんなさい、ちょっと機材トラブルですね。隠れクマの実2つありがとう、ハッチ。風船ありがとう、解放。隠れクマの実、隠れクマの実、ハッチから2つありがとう。ありがとう。隠れクマの実、ありがとう、ハッチ。ありがとう。おう、ネリエル・トゥ・オーシャン・リュバンクさん、パフェプレゼントありがとう。ありがとうございます。トランクスさん、いってらっしゃい。トランクスさん、花火ありがとう。いいお酒飲んできてください。おー、ソソさんパフェプレゼントありがとう。ありがとうございます。
ハチバカ10個ありがとう。ハチいつもありがとう。たくさん。あ、トランクスさん、ありがとうございます。クール花火3個ありがとうございます。トランクスさん、千葉行ったらよろしくお願いします。ハチバカ10個ありがとう。ご覧の番組は、アイテムをくださった皆様のリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。それでは1時間雑談やります。カメさんバカ、おー花火ありがとう。おー花火ハチありがとう。カメさんバカプレゼントありがとう。ありがとう。おー花火がね、常設アイテム化したんだよね。あやちゃんハート10個ありがとう。クミタンバーガー2つありがとう。みんなあれだね、エンディングの時に花火投げたいんだろうね、多分ね。エンディングに合わせるからずれ込むっていうね、タイムラグがあるからね、はい、ヒョウさんいらっしゃいね。ありがたいよね、愛されてますよ、俺だってさ、リスナーさんみんなを平等に扱いたいよ。俺だって。平等に扱いたいし、あれだけど、でも、もうそれが許されないポジションになってきたのよ。そこはだから考慮していただけると嬉しいね。俺だってみんなに LINE 送りたいしさ、みんなとコミュニケーション取りたいし、みんなに会いたいよ。だけどさ、ここで足踏みしたら終わりなんだよね。カスになったら、誰も相手してくんないよ。ステッカーに価値なんかなくなるよ。ゴミになるよ。和道って誰ってなるから、そう。自分のブランドを守るのに大変だよ。あ、よかったじゃん、解放。頑張ってるからだよ。統制が取れてる。そう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 。リスナーさんが増えてきたらさ、それさ、カソだったらさ、会いに来てくれたら一人一人1時間でも2時間でも会ってたよ、俺。金なんか取らないで。たまに返すね。気分がいい時ね。ああ、まあまあ、さすが、主婦だよね。さすが。安くてもうまいもん作れるからね、全然。値段じゃないんだよ。腕なんだよ。あと、調味料は高いもの買ってた、正直。これ、ばあちゃんの、調理人だったばあちゃんの、お店何店舗もずっとやってたから。で、ばあちゃん飯うまいんだけど、調味料ケチったらもうダメだと。で、食材は確かにうまいもんうまいんだけど、ほとんど調味料で変わるからって。めんつゆとか醤油とかみりんとかを、少しいいの買いなさいって。もう、そんなに減るもんじゃないから、2ヶ月に1回買うもんだからって。味が変わるよって。添加物ばっかり入ってるものはダメなんだよって、やっぱり。しつこいっつってんだろ。知らねえよ、おめえが何やってるか。お前、ほんとしつけえな。自分がこうしました。私すごい人でしょ。いい人でしょ。そういうのいらねえから。俺はリスナーさんがどっちがいい、どっちが悪いとか、興味ねえから。俺、肩持たねえんだよ。彼女とミュールが喧嘩した。ミュールなんか花火師だよ。ずーっと囲ってるよ。で、俺の彼女が喧嘩した時、当時、のんちゃんが付き合ってる時、大喧嘩しても俺触れなかったんだよ。嫌なんだよ。足の引っ張り合い。私の方が可愛い。私の方がすごい。私の方が思ってる。くだらねえよ。そんなに構ってほしいか、俺に。向いてねえわ。それを囲いっつんだよ。お前がやってんの囲いっつんだよ。周りが迷惑してんの気づけよ。囲い込みは迷惑なんだよ。一般の、普通のファンの人からすると。こっち向いてーってやるたんびにみんなうんざりしてんの。二度とするな。そういうくだらない話は。そういう人間なんて俺は付き合う気ねえよ、正直。
やることやれ。おい、アリス、お疲れ。サムネ変えたんだ。かわいいじゃん。ハチ、風船26個ありがとう。プリン、お疲れ。ハッチー、学力の学びたくさんありがとう。ジャイロの帝王、はいはい、ありがとう。マーキングありがとう。ジャイロの、帝王。こうやってね、ログ残してくれるとブロックできるからね。ブロックしまーす。はい、ミールありがとう。ナイスアシスト。はい、サブアカもブロックです。あ、だから打ち逃げをミールが追跡してくれて、あのログ残してくれてるから、名前検索してブロックっていう、もうコンビネーションプレイ、コンビネーションプレイですよ。ありがとうね、ミール。マーキングありがとうございます。なんか新野鳥みたい。そう。新野鳥かな。全然わかんないけど。タツさんいらっしゃい。クリーンいらっしゃい。コーヒー買ってこようかな。ちょっとコーヒー買ってくるわ。
はい、ただいま。そう、俺は依存すんなっつってんの。そういうこと、国民。囲いは今すぐやめなさい。囲いはダメだよ。何かを囲ってるやつはダメ。自分に自信がない証拠だよ。いっぱいアイテムくれた。ハッチいっぱいありがとう。ハッチ俺のこと大好きだから。会ったことないけどね、まだ。ハッチが寝てる方角に足向けて寝れないからね。ハッチはナンバーワン花火師だから、うちも。ハッチの放送だからね、これ。メインスポンサーだから。ねえ、ハッチ会いたいんだよね。あ、後ろのコーヒー使ってないね。全然。多分メンテナンスしないとダメだと思う。1年、2年ぐらい稼働してないかな。アイスコーヒーが飲みたくて。ありがたいからさ、見えるところにいつも飾ってるのよ。インテリアになっちゃってるけど。すげえ嬉しくて。あ、何が嬉しいって、生活保護の頃俺水ばっかり飲んでたの。今ではコーヒーこうやって買ってくるわってやってるけど、水を飲んでて。いや、さすがに俺よって。あんま、その、支援とかするタイプじゃねえんだわ、と。で、お前のこと好きだわ、って、マサルさんって人なんだけど。で、さすがに味噌ぼらしいからよ、つって。コーヒーぐらい飲めよって。コーヒー好きかつって。好きです。つって。わかった。コーヒー送るわ。つって。現金支援とかはしないけど、まあ、さすがに、ちょっと水ばっかり飲まれてたら俺も心苦しいと。まあ、コーヒーぐらい飲めよつって。で、毎月ジャック・ダニエルとコーヒー送り続けてくれて。貧乏の頃。で、一回だけ現金くれたことがあって。それ何かっていうと、メモレイが、俺とコラボするって遊びに来たの。で、メモレイが、飯おごるよっつって。まあ、俺生活保護なのみんな知ってんのよ、リスナーさんは。で、飯おごるよっつったら、メモレイなんて言ったかっつうと、あいつもあいつ気使えないから、焼肉食いてえわ、ワドっつったの。で、俺が、ちょっと、焼肉かよってなって、あーんっつって、じゃあ行こうって言った時に、マサルさんが気使ってくれて、ワドっつって。後輩の前でカッコつけないダメだよっつって、金ないの分かってるから黙って受け取ってっつって、そこ金振り込んでくれて、かっこよすぎるでしょ。そう、メモレニコ生の、そう、あ、1万人目5、6年かかるぞ。いいよ、うん、マサルさん、そうそうそう、今別の小手半になっちゃったけど、当時マサルさんって小手半で、そう、かっこいいんだよね。会社の経営してる人なんだけど、かっこいい人いっぱいいるよ。かっこいい人いっぱいいる。本当に。だからそれが行動じゃん。その。なんつうの、和道に恥かかせるわけにいかねえみたいな、で、そういう気持ちが伝わってくるから、うん、メモレイは確かにね、人数同じぐらいかもしれないけど、
ね、生活保護かもしんないけど、焼肉後輩が食いたいっつったら食わせてやんないダメだろうっていう、うん、あれはすごい一生忘れないだろうね、うん、ニビルステージにいらっしゃい。どれの優しさがニビル教には必要？おー、ニビル教がよくわかんねえな。悪い。ニビル教がわかんねえわ、俺。ワドさん、俺も焼肉食べたい。いや、いいっすよ。全然。お疲れっす。そうそうさん、頑張ってください。おやすみなさい。ゆっくり休んでください。いつ寝てんの？寝たいとき寝てるかな。起きたいとき起きてる。操れる。あ、よくわかんないわ、ニビル教は。トラジの焼肉がわかんないな、うん、トラジがわかんないですね。うまい焼肉屋があるんだ。有限亭しか行ったことない。有限亭は正吉さんに初めて連れてってもらって、でテルと行ったでしょ。あともう一回連れてってもらったかな。3回行った記憶があるな。正吉さんと誰だったかな、うん、あ、そうなんだ。へえ、すごいな。気前いいね。細田さん、俺には花火一発もくんないけど。トラジはチェーン店なんだ。へえ。匿名枠？うん。ワドの、ん？ワドさん、ワドの配信者と仲いいんですか？ワドの？あ、ワドさんはどの配信者の仲いい？おー、どうなんだろう。でもさ、なんか、その、自分から言うもんじゃなくない？誰と仲いいとかって。なんか自分から言うのってこっぱずかしいよな。まあ、いっぱいいますよ。あんまり言いたくないかな。なんか、俺が思ってて、俺が思ってる分と向こうが思ってる分にズレがあったら、やっぱ、お互い嫌じゃん。うん。だから、そういうのは言うもんじゃないと思う。いいね、羨ましい。ブロリー、バーガーありがとう。あ、まあ、テルは、うん、まあ、戦った仲だしな。うん。ロハコさんも仲いいよ。うん、もちろん。見てたらわかるっしょって感じだけど。うん。テルは何かあった時動きてえな。なんかこっぱずかしいわ。ごめんね、ザーチン。全然仲いい人いっぱいいますよ。ちゃんこうって誰？誰ちゃんこうって。初めて聞く名前なんだけど。
対戦すると、いやだからその3ラウンド目に笑った時に時間が止まったんだよね、ほんとドラマみたいだけど。3ラウンド目のテルと俺のにやけっていうかさ、あれは多分一生忘れないだろうな、なんか。時間が本当に止まったんだよね。リングの上で。お互い。いろんなもんが含まれてて。もうそれでなんかいいやっていうか。西麻布の牛頃。わかんねえ、西麻布の牛頃が。仙台アナ、ああ、はい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 。ちゃんこうか。今東京来てんの？あいつ。あ、ほんと、嘘？あいつ来てんの？あ、ちゃんこうか。全然合うよ。はい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 。ちゃんこうか。あの、車出してくれた子だ。北海道じゃなかった？ちゃんこ。あ、飯おごんねえとな。あ、ちゃんこう、もし、あれだったら飯おごるよ。うん。飯おごるよ。伝えて。どこで放送やってんのかわかんねえから、あいつにはすげえ世話になったからさ、焼肉トップ10に選ばれ、へえ、すげえ。初見さんいらっしゃい。あや風船10個ありがとう。ありがとう、見える。見える、ナイスアシスト。そういうの大事だからね。やっぱ良くしてもらった恩がある人には良くしないとね、できる限りでね、別に金使えってことじゃなくて、もてなすっていう精神が大事だよね。二日に帰る？どこいんの今。水くせえな、連絡くれればいいのに。膝を叩いてのも忘れない？膝を叩いて。なんかさ、その気持ちがすげえ大事だと思ってて、なんか俺その東京で新宿でさ、仮想配信者が宿がねえっていう時必ず止めてるの。ヒカルくんとの出会いもそれだし、シャンピンとの出会いもそれなんだよね。ワンタロウもそうでしょ。でこの部屋泊まってる人いっぱいいるんだよ、石野とか。どんなに貧乏でも生活保護でも困ってる奴は、はい、同じ配信者で仲間だと思ってるから、話して、和道が飯をおごるっつってたよって。高いところで汚くて、あ、そういうとこうまいっすよね。わかりますわかります。だから、実は、新宿も歌舞伎町も、あそこ行かないんだよね。有限亭、キャバ嬢は有限亭よりもね、あっちの方行くんだよな。名前忘れちゃったけど。そう。言われたもん。知ってるねって。肉はでもね、高ければ高いほどうまいけど、俺ね、フォアグラ食った時も、有限で初めてマサキさんに連れてってもらった時もね、やっぱ緊張して味がわかんなかったんだよね。だから、高級店っていうのにビビって、すごいいいところ連れてってもらってもわかんねえんだよ。だから、テルと食った時初めて、ああ、有限亭うまいと思った。カー君はすげえ、なんかよくしてくれたからすげえ、フグの味楽しめたけど、カー君にビビっちゃったりとか、店にビビると、もう味わかんなくなるからダメだよね。身の丈に合ってる店っていうの大事だよ。誰と食うか、何を食うかじゃなくて誰と食うかってすげえ大事。それを選ぶようになったかもしれない。誰と食ってもね、極端な話ね、すげえね、可愛い子っていうか好きな子とね、とか、超うまい仲間だったんだよ。別に吉野家の牛丼でもクソうまいんだよ。ジョジョ園はいつでも行けるし。いいっすよね。俺、カー君と一緒に行きたいバーがあるの。そこ行きたい。俺のアジトなんだけど。リスナーさんも行ったことない。多分ね、リスナーさん一人だけしか連れてってない。アジトのバーがあるから、そこカー君招待したいですね。そこマスター紹介したい。すげえ面白い。俺はもうほんとそこをよくプライベートで飲み行くんだけど。そこ行きたいですね。俺の隠れ家。
あのフグっつうかめちゃめちゃうまかったっすね、フグが。生まれ、だからフグを、フグ屋を何軒も知らないからあれだけど、フグがめちゃめちゃうまかった。あの、特にハラス、ハラスじゃない、白子か。二つ頼んじゃったもんね。うまかった。ああ、フグうめえと思って。これ毒あっても食いたいわ、と思って。別に高い店じゃないんですけど、なんか居心地が良くて、俺のアジトにしてて、プライベートゾーンで。場所じゃない人だね。だから店よりもマスターが気に入るかどうかっていうか。メリンコワドツー、バーガープレゼントありがとう。すげえ面白いの。で、そのマスターに浅井さんの話しても、石野の話しても面白いっていうの。石野も連れてってるのよ。今浅井さん会わせたいと思ってて。そのマスターがすごい面白い。コリコリっつうかなんだろう。弾力ある感じかな。うん。居心地いいっすね。やっぱ人っすね。とにかく。やっぱ人が空間を作るから。うん。あのフグうまかったよ。川くんにおごってもらったやつ。うまい。なんだろう。うまかったね。あれでもガキが食ってもうまいって思わないだろうね。ちょうどうまいって思える年齢になったんだと思う。なんだろうね。あ、食感がいいんだよね、とにかく。食感と、白身魚だもんね。何とも言えないよな。フグはフグだよな。だから俺も知らなかったけど、フグの味を。ハートココありがとう、あや。やっぱね、何をやるかよりも、どこに行くかよりも、誰と行くか。だから、テルと青山と、その、沖縄行ったっていうのが良かったし。ちゃんこ、なんすか DM 送れない？うん。脇が自宅から出るな。俺のこと言ってんの？うん。うち逃げ。うん。はいはい。コリコリ、シコシコ。そこまでコリコリなわけじゃないけど、歯ごたえがある感じかな。うん、うまいね。フォアグラね、美味しいよね。うん。ちょっと脂っこいけど。俺が食べたフォアグラは、あっさりしてたって言ってた。俺は普通に食べやすかったけど、もっとギトギトしてんだよって言ってて、ここのフォアグラ食べやすいって言って。初見さんいらっしゃい。フルスロットル横山さんは初見じゃない気がするけど、一回コメント打ってると思うけど、うん、結構前で、半年ぐらい前の気がするな。初見、本当に初見？前に一回だけコメント打ってる気がする。フォアグラ丼とフォアグラソテー。うん。でもね、俺はね、山手線一周した時のスターバックスのあの時のうまさを忘れらんねえよな。あれ、めちゃめちゃうまかった。体が疲れて、飲み物飲まないで、秋葉原まで歩いて新宿から、その時飲んだ。体に染みたもんね。うんまーって思ったもん。内臓系苦手なんだ。内臓系俺結構好きだね。白子とかも好きだし。ホルモンもよく食べる。なんかばあちゃんの考え方で悪い部分を食えって言って。フェラペチーノね。なんだっけ、フェラペチーノなんて言ったんだっけ、モコッチ。なんだっけ、すげえ面白いね。フェラペチーノ、なんだっけ、うん、モコッチ面白いよね。なんか結局人だよね、突き詰めたら。そう、冷房強いから、弱くしてくるわ。何、お前アリスの家に泊まったって本当なの？
アリスと付き合えよ、お前。めちゃめちゃ面白いじゃん。いじり倒してやるよ。アリスと付き合ってくんない？年齢的に近いんじゃないの？生の穴子おにぎり。あ、ないっすね。ナイス。でもなんか生のエビとか食うようになった時、俺終わってるなと思って。生のエビ頼むやつ、俺ほんと味覚大丈夫かよと思うの。エビって絶対ボイルした方がうまいのよ。だから、なんかその生進行っていうのは好きじゃなくて、調理法を正しく、その食材を一番うまい形で食うべきなんだよ。で、エビは生で食っても全然面白くないと思ってて、俺は。絶対ボイルした方がうまいんだよ、エビは。そう思わない？なんであれ生エビとか食い始めたの？日本人って。絶対まずいからね。いや、してないです。してないです。はい。俺の可愛いレクチャーはあなたと付き合わせるなんて無理ですよ。本当に。僕には責任があるんで。タコは生でしょ。いや、刺身は刺身でいいじゃん。ただね、生エビは絶対間違いだよ。生の美味しいよ。いやー、絶対ボイルした方がうまいから。伊勢海老の刺身美味しい。いや、ボイルした方がうまいから。じゃあ、聞くようにやこう、クミタン。ボイルしたエビしか食えないのと、ボイルしないで生でエビしか食えなかったらどっち選ぶ？どっち選ぶ？どっち？ね。ボイルしたエビと、ね、生のエビ。絶対ボイル選ぶでしょ。だから、生イコール美味しいじゃないんだって。女がこうアボカドマグロみたいで美味しい、バカかよ。ほんと甘いもの食ってる時に甘すぎなくて美味しい、バカなの。ほんとに女って甘いもの食ってんだよ。ボイルでしょ絶対、バカバカだよ。ほんと言いたいだけなの女って。本当に嫌いなんだよ。いや、俺エビは絶対ボイルだと思ってる。エビフライはうまいでしょ。熱通さないといけない食材だと思ってるもん。そういうこと言うやつが甘すぎなくて美味しいとか言うんだよ。あ、オッケーオッケー、ミュール、ありがとう。ボイルして旨味が逃げるものある。はい、残念。あ、クソ、逃げられた。ボイルして旨味が逃げるのもあるんですよ。おー。エビフライ美味しい。エビフライうまいよ。だ、熱を通した方がうまいんだよ、エビは。海産物イコールじゃないよ。車エビの刺身？お前らもう気づけよ！気づけよ！伊勢海老の生とか、車海老の生を食ったことがないんだよ！気づけよ！気を使えよ、俺に、もっと。食ったことがないんだよ！なんで気遣いができないの？いじめだよ、ここまで来ると。そろそろ気づかないとダメだよ。食ったことがないんだから。食ったことがないものを知らないんだから。いじめですよ、これは。もう、もはや。ダメだよ、あんまり、責めたら。そう、知らないんだから。物差しが狭いんだから。俺の。あ、でも、エビチリがすごい好きで、友達がね、エビチリが大好きなの。で、小学校の頃に、和道と、すげえぞと、横浜のエビチリ食ったことあるかって、もちろんないと。横浜に行ったことがないから。ね。で、横浜のエビチリは3種類あると。伊勢エビのエビチリ、車エビのエビチリ、エビチリ。で、お前が今まで食ってるのはエビチリだって言われた。俺は伊勢エビを食ってきたと。いい話だろ、これ。だから、お前は今度からエビチリを語るなって言われた。小学生の時に。お前はエビチリしか食ってこないと。俺は横浜で、
3段階あるエビチリの中で本物のエビチリを食ってきたと。お前が食ってたのは偽物だって言われたの。悔しかったよね。うん。あ、くそ、また逃げられた。うん。俺、エビチリは食ったことあるよ。うん。くそ、このアンチ、ロックオンしてえな。ブロック入れさせないですぐ消えるんだよね。カーソル合わせておくわ。はい、標準合わせておくわ。絶対次逃さねえ。俺、結構ね、ロックオンするの得意なんだけど、俺が読めない漢字の答え暗示してやがるんだよね。この暗示。俺が、検索できないようなやつだから、もうロックオンして絶対逃さねえわ。次来たら。俺は、あのアンチ、なんか黄色いやつ、黄色を絶対次ぶっ込むから。多分、アンチコメント打ってるんだろうけど、消すのが早すぎて俺読めてないけどね。消すのが早すぎて読めてない。うん、なんか、アンチコメント書いてる、うん。もう戦いだからこれ。ロックオンしてるから。ちょっとトイレ行ってくるわ。違う。逃げる、打ち逃げするバカがいるから。ちょっとトイレ行ってくるね。アンチコメントが気になってトイレ行けねえな。大丈夫？まだ来ない。くそ、来ねえな。ちょっとみんなもスナイプしといてね、そいつ。今いたのに、くそー、今消えられた。今、くそ悔しいな。今、ロックオンできたのにな。なんか書いてたな。くそー。レベルの高いアンチ来たぞ。消すの早すぎて読めてないけどね。もはや。アンチコメント読めてないけどね。いいんだけど別に。惜しかったね、今ね。早かったね。早すぎて何だかわかんなくて。なんか悪口書いてんだろうね。うん、早いな、うん。向こうプロだね。ここの囲いはバカばっかりって書いてた。ピーターありがとう。よく読めたね。ここの囲いはバカばかりって書いてた、うん。今度こそ捉えるから俺。今度こそ捉えるからね。向こうプロだからな、もう。俺が油断してる時にコメント書くプロだから。隙を狙ってるから。職人だね。手強いの来たよ。手強いの。しかもね、俺が検索できないような感じの小手半なの。追跡できない。あ、いた！ありがとう！にゃんこたありがとう！うぃー！名前バレた！ほら。これ、こいつ。ありがとう。これね。はい、なんて読むんだろう。これ、はい。これコピー。おい。おい。検索しちゃうよ。
検索しちゃうよ。はい、いた。ギターの小手半。ギターのサムネだったんだ。はい、ブロックでーす。はい、ざまま。はい、ナイス、にゃんたん。にゃんたん、ナイス。はい、ブロックぶち込んでやりました。はい、ざま。はい、ざま。ざまだよ、ほんとに。捉えた。すごいね、にゃんたん。にゃんたん、すごい。いいね、にゃんたん。さすがだよ。うん。ざまだよ。ブロックぶち込んでやった。ざま。舐めんなよ。うちのニャンタン舐めるなよ。ざまでしょ、うん。お前なんか俺の放送見せねえよ。うん、はい、ざま。じゃあやってみるよ、みんな。みんな匿名放送見たい？匿名放送。ありがとう、ニャンタン。すごいね。ニャンタンも録音してたんだね。うん。ありがとう。匿名放送見たい人手挙げ。でも悪口書くんでしょ？匿名ってブロック入れらんないもんね。俺悪口書かれんの？和道 vs アンチやってみる？見たくないよね、うん、荒れるもんね、絶対荒れるもんね、うん、マルキーニョスは見てみたい。ブロックされた人は放送見えないで、ログアウトしてパソコンで見たりすることはできる。ブラウザーで見ることはできるけど、コメントが書けない。アカウントログインできないから。匿名放送っていう機能ができて、ニコ生で言う嫌よ嫌よでコメント書けるの。だから全員書いても誰が打ってるのか分かんないの。だからもう書き放題。30分だけやってみる。30分だけ。どんなことになるのか。30分だけ。30分だけ。匿名放送。もうどれくらいウサが溜まってるのか。もう何書いてもピキらない枠。30分。何書いてもピキらない枠。いやー、減らるだろうな。やめとこうかな。うん、小鉄さんどうもどうも。いや、もう荒れるだろうね。多分俺、アクティブ500超えると思うよ。悪口書きたくて。悪口書きたくて、全員ワンサか湧いてくると思うよ。試しにやってみる？いやー、でもメリットねえもんな。30分減らるかな。心折れるかな。うん、いや、俺のニコ生時代の悪評を知らないから。どれくらいコメントなるか、閲覧は上がるだろうね。しかも、でもブロック解除しないと意味ないと思うよ。うん。ブロックぶち込んでるから。誰が誰が書いたかわかんないの。誰が書いたかわかんないのよ。やってみようか、一回。じゃあ、一回やってみよう。じゃあ、そろそろ2時間と、2時間経ったらやろうか。じゃあ、アイテムタイムで、終わりにして30分だけやってみようか。30分だけ。で、みんな好きなこと書いていいよ。みんな好きなこと書いていい。あー、ありがとう、ありがとう。愛野さん。ありがとうね。もうブロック入れたよ、この人。もうブロック入れた。大丈夫。もうブロック入れた。やってみようか。うん。あとでもわかんない。だから悪口書き放題。で、全員ブロック入れない。トリマブロック解除しようか。全部のブロックを解除して、全部ブロック解除して、アンチと戦ってみるわ。で、いいよ。みんなも思ってること書いていいよ。絶対ブロックしない。ルールは。ブロック禁止で、やってみようか。30分間。本気で戦おう。本気でバトル。よし、戦いが始まるぞ。みんな囲ってよ、匿名で。みんなワドタンキャワワしか書いたらダメだよ。うん。うん。減らるだろうね。減らるだろうね、多分。30分長いっすよ。人が死ぬ長さだよ。人の命の長さですよ。アンチコメント30分耐えるっていうのは。
精神と時の部屋だよ。ダメだよ。囲いコメントしないとダメだよ。戦いだから、これ。うん。じゃあ、全員ブロック解除してやります。はい。で、全員匿名だから。全員匿名だから。ちょっと30分戦おう。で、もう、怖いことになるっていうか、とんでもないことになるのは目に見えてるから、苦手な人は、次は来ないでください。いや、正直、だって俺一番嫌われてる生主だよ、ふわっちで。ふわっちでナンバーワンに嫌われてる。何書いてもブロックしない。何書いてもブロックしない。いや、ハゲじゃないと思う。詐欺師寄り目とかだと思う。うん。30分間戦い切るから。久々。うん。ああ。はい、マイタムこんばんは。いや、ニコ生時代の俺の悪名がわかると思うよ。キツネバーサスワドウ。アンチバーサスワドウですよ。神回。閲覧どうなるんだろうね。じゃ、トリマーブロック解除するわ、全部。今。とりあえずブロック解除しまーす。設定。例のやつって誰？例のやつが誰だかわかんない。じゃ、ブロック解除全員します、とりあえず。やだな、全員解除か。え、ちょっと待ってね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30でしょ ?31,32,多いな。33,33,34,35,36,37,38,39,40。1週間でこんな溜まったのか。41,42,43,44,45,46,47,48,49,50。ちょうどぴったり50解除しました。1週間じゃないな。3日だな。3日前ブロック全部解除したから。とりあえず50人のアンチを解き放しました、今。うん、3日間で50人ぶち込んだのね、牢屋に。バッキンガムに。うん、いや、だから匿名だからわかんないよ。どうなるか。ありがとう、ななこさん。もしよかったらみんなフォローしてね。かんちゃんいらっしゃい。ニコ生頑張ってましたね。うん、ありがとう。わかんないよ。どうなるかはわかんないよ。ただ、やっぱり、そのね、アンチも言いたいことあるだろうし。うん、やりきるよ。うん、アンチバーサスワド。はい。ワドツでーす。ラッキーさん。おい、クソカスカウスいらっしゃい。うん、いや、大変なことになるよ、次枠。こんばんは。ある意味、肝試し枠。おー、グリーンさん、バーガーありがとう。バーガーありがとう。アクティブどれくらいいくと思う？俺の予想500はいくと思う。う、大荒れ。500はいくと思ってるけど、どう思う？戦う。いや、匿名機能が実装されたの。いや、アンチバーサスはどうです。今から。で、ブロック50人全員解除しました。うん。で、匿名枠。みんな囲ってよ。いや、まあ、思ってること言ってくれたらいいけど、戦ってよ、みんな。800はいかねえだろ。さすがに。800はいかないと思うよ。さすがにそこまで、ねえ。うん。どうなるんだろうな。どうなるんだ ?800? うん。覚えてるぞ。つって。8、6音。もう30分間ね。30分間。匿名機能ってどこで使えるんだろう？匿名待つ。ああ、わかった。ああ、わかったわかった。機能あったわ。あれでやるんだ。ジャンルでやるんだ。15日までなんだ。とりあえずね、新機能は試そう。タグだね。オッケーオッケー。
音楽はじゃあ戦い用の音楽にしよう。音楽変えよう。戦い用の音楽に変えよう。ちょっと待ってね。音楽変えます。これでいくか。とうとう戦うよ。やつらを放置しすぎてたんだ、俺は。これから、今から、荒くれ者と戦うんだよ。これがいいかな？何がいいかな？うん、イベントね。これがいいか。これかっこいいね。これにしよう。これでやろう。30分長いよ。いや、みんな囲ってよ。みんなも匿名コメントだよ。みんなも匿名コメントだから、みんなも応援してくれないとダメだよ。だって言いたいことは言っていいよ。言いたいことは。言いたいことは言っていいよ。うん、全力で。すべて受け止めるから。奴ら、猛獣たちが。配信会で一番タチの悪いアンチリスナーって名高い。逆にあいつらの方が和道旅団なんじゃないかっていうね。旅団頼むよ。旅団。はい、ハートありがとう。旅団のメンバー、頼むよ。おはよう、のんちゃん。今からとんでもない戦いが始まるから。戦いが始まるよ、のんちゃん。匿名と戦うから。匿名アンチと。じゃあね、そろそろ戦いに挑もうと思うんで、最後2時間放送したんで、ご祝儀のアイテムよろしくお願いします。じゃあ音楽流します。お願いします。みんな頼むよ。みんなにかかってるからね。みんな頼むよ。よろしく頼むよ。戦争が始まるよ。はい、隠れ熊の実ありがとう、ハッチ。次枠は戦うぞ。はい、隠れ熊の実ありがとう。ありがとう。バーガーありがとう。メリンコ。のんちゃんバーガーありがとう。ハッチ、隠れ熊の実2つありがとう。ニャコ、ハートプレゼントありがとう。ペコポコランド、バーガーありがとう。ハートプレゼントありがとう。風船10個ありがとう。隠れ熊の実プレゼントありがとう。ナオさん、ハートプレゼントありがとう。マリタム、ハートプレゼントありがとう。隠れ熊の実ハッチありがとう。アイノさん、風船3個ありがとう。缶ビールありがとう。隠れ熊の実サボさんありがとう。風船ありがとう。バーガープレゼントありがとう、マイタム。ペンギンプレゼントありがとう、サボさん。グリーンさん、バーガーありがとう。新アナゴ、サボさんありがとう。カムさん、バーガープレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう、ハッチ。バーガープレゼント、サボさんありがとう。リナンさん、風船ありがとう。風船100個、ありがとう、マエタム。パフェプレゼント、ありがとう、サボさん。パフェありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。ありがとう、みんな。じゃあ、次は全員来てよ。戦うよ。ニリール2オーシャンデュバンクさん、パフェプレゼントありがとう。ハッチ、ワン、ツー、スリーの風船ありがとう。みんなありがとう。大花火ありがとう、ハッチ。ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。それでは皆さん、次枠行きましょう。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。